歴書。ノストラダムスの歴書もしくはアルマナ、アルマナックは1549年頃から1566年頃まで毎年出されていた翌年1年を予言した観光物の暫定的な総称。暦、歴本、先生歴などとも訳される。ノストラダムスの年季観光物は歴書と総称されることが多いが実際には 初期に出されていたのは主に、戦税、前税プロナスティケーション、プロノスティカシオン、予測、占いなどとも訳されると呼ばれる三分体の予測で、1557年向けの物語から、カレンダー形式の予測、歴書が平行的に刊行され、1563年向けの物から両者を合本した歴書が出されるようになった、便宜上、この記事では、 総称としての歴書を指す場合は、歴書類と表記する。歴書類は1550年向けから1567年向けまで出されていたが、1551年向けは内容が残っていないだけでなく、出されていたかどうかもわかっていない。カレンダー形式の歴書には各月ごとに四行詞が添えられており、これが後に予兆詩集の素材となった。 予兆紙は1555年向けのものが最初であり、以降1567年向けまで存在するが、1556年向けは、現存しない。1556年向けの素材が、流用された疑いのある海賊版なら、現存する。歴書は、カレンダー形式になっている。月の冒頭には、その月に関する四行詞が添えられている、皇室の予兆子参照。各日には、 守護聖人や祝日が記載され、フランス語もしくはラテン語による数語程度の簡潔な予測が添えられている、予測は数日分にまたがって記載される場合もある。ノルマンディ地方のコタンタン半島の地方領主、グーベルビルなどのように、ノストラダムスの歴史を一種の農事歴として使っていたものがいたことも指摘されている。戦税は三分体で、 月ごとに誠意などについて述べた上で予測を記している。また、最後に、季節ごとに分けた予測が併録される場合もあった。ほとんどの、歴史書類に、ノストラガムスは、有力者や著名人への見字を収録した。この点は、弟ジャンへの見字を添えた、化粧品とジャム論、生まれたばかりの息子セザールに当てた序文を添え、予言集初版などとは異なっている。 源氏を捧げた相手には、フランス王アンリ二世、ドーシャルル九世、カトリーヌド、メディシス、ナバル国王、アントワーヌ、ローマ教皇ピウス四世、文人、ジャンド・ボゼル、サボアコー妃、マルグリットなどがいた。ノストラダムスは、毎年夏頃までには、翌年分の歴書の原稿を仕上げていたようである。ノストラダムスは、自身の原稿が適切に出版されるかにも注意を、払っており、 1553年11月には、いい加減な形で編集した、ベルトーシ、メイターバートという業者を訴え、原稿を取り上げている。この原稿は、アントワーヌ・ディ・ロワイエという印刷業者に渡され、彼の下で印刷されたという。また、ノストラダムスは同じ年向けの原稿を、複数執筆していたらしいことが、いくつかの記録から指摘されている。例えば、 1562年向けの小読みの序文に採用されたピウス4世への献字は実際に出版されたものとは若干異なる思考の存在が知られている。しかし、そうした複数の版はすべてが出版されたわけでなく業者の意図で主社選択されることがあった。1557年11月20日付の 印刷業者ブロトーからの所管では、二つの原稿のうち、一つしか出版しない旨が通告されている。当時、ノストラダムスの歴書類は、予言に関する著作としてはかなり評価が高かったようで、早くも1552年向けの歴書、正式名は伝わっていないについて、内容を表説した批判が出されている。医師にして、先生術師、 クロード・ファブリシによる1552年向けの新の新戦税アジャン1552年反響はフランス国内にとどまらず1557年向け1563年向け1564年向け1567年向けはイタリア語訳版が出され1559年向けは英訳版が1566年向けは オランダ語訳版が出された。他方で、1560年代には、パリやロンドン、イタリア各都市などで、内容を適当に継ぎ合わせた批判も複数回、出版されている。ノストラダムスを批判した、同時大臣のローラン・ビデルやチャンドラ・ダグニエル、テオドール・ド・ベーズの編名とされるも、その批判の主たる対象は、百紙編集ではなく、歴史書類の方であった、ビデルの著書は、現在では、 歴書類の一文を伝える文献としても参照されている。また、最初の偽のストラダムスである、ノストラダムス2世も初期に出したのは歴書の便乗本であった。このように、現在でこそ、百紙編集に比べて歴書類の知名度はないに等しいが、当時はむしろ歴書の反響の方が大きかったのである。歴書類はかなりの部数出されていたと推測される。 例えば、ルーアンの書士ジュアンイエスは、1557年12月だけで、ノストラダムスの歴史書類を、慶戦部以上、未成本含む仕入れてる。しかし、歴史書類は、翌年1年間を対象にした、読み捨ての小冊子に過ぎなかったため、以下に示すように現存数は、必ずしも多くない。中には、1561年向けの小読みのように、 当時別の文献を製本した際の裏張りに使われていたおかげで残ったものもある。このケースでは、1984年にその本、1576年刊行のラテン語文献の保存業の一環で、図書会員が表層を剥がした時に発見された。そうした現存状況の少なさはあるものの、かなり多くの内容を、ノストラダムスの秘書だったことのある。 詩人ジャンイコールエメド・シャビニーが書き写し、12巻本の趣向にまとめ上げていたおかげで、主な内容を伺い知ることはできる。この趣向自体が一時期行方不明だったのだが、1990年にディジョンの一市民が死蔵していることが判明し、リヨン市立図書館が買い取った。なお、シャビニーの天気は、現存する歴史書類と比較した場合、省略や編集が加わっていることが、 明らかになっているため、その点に注意する必要はある。現在、シャビニーによる天気のうち、先前と歴書に収録されていた三文は、三文体の予兆、プレスチス・エン・プローズ、歴書に収録されていた四行詞は、予兆詞、プレスジソン・ベルと区別されている。ただし、これらを予兆、プレザージュ・プレスチスと総称したのはシャビニーが最初であり、 ノストラダムス自身が積極的にそのような総称を用いていたか墓かではない。歴書類にはメインタイトルにプレスチスと付くものがいくつかはあり、副大的に併記されているケースも数点見られる。シャビニーが転記した三分体の予兆のうち1559年向けまでは、ブルゴーニュ大学教授のベルナール・シュビニアールによる肯定版が存在している。この版では、 予聴詞の工程も行われており、そちらは1555年向けから1567年向けまでの全154ペ従来知られていた141ペから、シャビニーが付け加えた偽物を差し引いた140編と、従来の予言集には原則として収録されて、来なかった14編の合計が収録されている。 ノストラダムスは1555年向けから1567年向けまでの13年間の歴書に四行詞を添えた。四行詞は各月の冒頭に添えられたほか、その年全般に向けたものも収録されることもあった。それはしばし大扉に掲載された。上で述べたように、これらの四行詞は、現在、予兆詞と呼ばれる。予兆詞は、基本的に一行十音綴りの四行詞という、 形式のため、ノストラダムスの主作品である、百紙編集と形式的には似通っている。しかし、百字編に比べて断片的なイメージを羅列する傾向が強く現れている。例えば、次のような詩には、それが顕著である。1557年5月向け、1562年全般向け、1565年12月向け、実際のところ、 形式的に共通点は、あれども、百紙編に比べた時には、文学的に劣ると評価されている。予聴詩の中で突出してよく知られているのは、以下の詩である。1567年11月向け、ノストラダムスはこの詩の通り、信頼とチョイスの間で倒れていたと主張する、信奉者は後を絶たない。しかし、詩の前夜に、最後の言葉を交わしたと主張する 死んでいるのストラガムスを最初に発見したとされる息子、セザールは死に様についての証言を一切しておらず、実際にどのような形で発見されたのかはわかっていない。日本では歴書類で現存するのは1563年版のみと紹介されたこともあったが、実際には複数の版が現存している。以下では実物が現存するもの、実物は 行方不明だがコピーが出回っているも、あるいは同時代の外国語訳版が現存しているものなどを取り上げる。この年向けのフランス語による歴書類は18世紀の記録でタイトルは伝わっているが現存しない。しかし以下の二つの版はそれに基づいた英語訳と推測されている。この年向けのフランス語版は存在したことは確実だが正式名すら。 伝わっていない。以下のイタリア語版が現存する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。